本題の方に入ります。昨今今私がやってることはですね、幼稚園の方ですとか、あとは小学校の方の養成行動に今同行しています。この間もですね、八潮市の、私立、幼稚園協会の会長さん、渋谷さんという方と会ってですね、幼稚園に、子どもさんを送っておられるお母さん方、またこれから保育園、幼稚園に入園させたいと思っているお母さん方の要望書を提出する行動に一緒に参加しました。八潮市もですね、相当放射線量が高くてですね、多分ここの鶴ヶ島よりも 1.5 倍ぐらい高いかなと思うんですが、自治体の測っている放射線量計でも 0.2 を超えるところがたくさんあります。その渋谷、会長はですね、非常に放射能のことについて一生懸命勉強されている方で、そうですね、八潮市も高いんですよねってパッと八潮市の候補が、出てきまして、そこで 0.20 マイクロシーベルト毎時以上のところは全部赤線が引いてありました。でまずですね、今日も講演の中でお話をしますが、これマイクロって言うんですね。シーベルト毎時という、これシーベルトってシーベルトさんという人がいるんですよね。放射線の単位について貢献をしたということでシーベルトという名前が付けたんですが、マイクロシーベルト毎時という単位、そして最近の新米の、放射能濃度についてはベクレルという単位、B の後に Q ですね。この2つが、今日は主に出てくるかなと思います。こんなことも含めてですね、残念ながら福島第一原発の、事故以来、私たちはこの単位、2つの単位を含めた放射能のことを知らなければ、私たちの健康、そして子どもたちの健康を守ることはできない日本になってしまったということです。そして、あまり政府や新聞やテレビは語りたがらないんですが、もうこれはもう国際的な問題になっています。私はまあ思っているのは、おそらく韓国も相当汚染されているんではないかなという危険がありますし、海に流れた放射性物質については、太平洋を汚染していると思います。どこからどんな風に、太平洋で取れた魚から放射性物質が検出されるかわからないという状況です。まだ福島第一原発についての状況についても、落下は許されない状況でして、温度は低くなったので多少私は放射性物質が飛んでくるのは少なくはなっていると思います。しかし確実に飛んできています。最近東京ですとか神奈川ですとか、大量の高濃度の放射線量が測定されていますね。あれ除染をしてますよね。除染したらなくなるんですかね。低くなりますよね、除染しましたからね。放射性物取り除きますから。私思ってるんですが、一回台風が来たら元に戻るんじゃないでしょうか。またこれから冬になって北風が吹いてきた時に、福島第一からの風がたくさん吹いてくれば、また積もるんじゃないでしょうか。非常にですね、テレビや新聞は本当のことを語りません。私たち市民がですね、今何が起こっているのかということと、あとは報道されないことも含めて考える力がないと騙されてしまうというふうに思っています。最初にですね、一つ上げてもらっていいですかね。スクリーンが下がってきます。少々時間これ。はい。じゃあスクリーンが下がってる間にですね、皆さんこの変な紙なんだと思ってますか。変な紙。こちらの方。こちらの方は行っちゃいますか。はい。これですね、適当に4つに折っていただいてクイズを出しますので、一番だと思ったら一番が私に見えるようにね、自分に見えるようじゃダメです。自分に見えるじゃん。私見える一番。4番とか3番とかちょっとこうやって折り曲げていただいて3とかね、そのためです。はい、あります。用意はいいですか。
結構早めにクイズが出るかもしれない。5分以内に出るかもしれません。大丈夫ですかね。はい、3月にですね、福島第一原発がボン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 と1号機から4号機まで爆発をしました。その際に、ほうれん草から高濃度の放射性要素が出ましたよね。2000ベクレル超えてました。で、あの時にですね、ほうれん草は食べても大丈夫だ、ちょっとあれは落ちるって聞きませんでした。はい、ほうれん草を食べて洗う、ほうれん草は水で洗えば大丈夫だと思った方どのくらいいらっしゃいますか。大丈夫です。はい、はい、大丈夫じゃないんじゃないかなと思った人。はい、はい、でこれね、 NHK の番組です。 NHK のですね、この間朝一っていう番組でも出てきました首都圏大学の福士正博先生という大変な学者がですね、大変なっていうのはカッコつき大変なんですが、はい、学者の実験です。ご覧ください。実験に使ったのは原発事故発生直後茨城県内で採取したほうれん草、研究のため特別に入手したものです。で、黒いシートをかぶせました。このシートで放射線を感知します。その結果はこちらです。赤い点で表示されてますが、はいはい、あれがですね、放射性要素になります。天井にこうついて、そうですね、はい、天井にですね、こういうふうな形でついてきますね、はい、でこのほうれん草の葉っぱを水で軽くすすぎます。そしてもう一度同じような条件で放射線量を測ります。はい、いかがですか。こっちが洗う前、こっちが洗った後です。落ちてます？あ、落ちてると思う人。全然落ちてないじゃないかと思う人。ちょっとは落ちてますよね、確かにね。で、これはですね、この赤い点々、ここが放射性要素の核種なんですけれども、実はですね、刃物は吸収します。要素は、植物にとっては栄養素の一つだと勘違いをして、要素は栄養素の一つなので吸収されます。これ絶対に落ちません。どんなに洗っても染み込んで吸収されてるんですから。で、この後この首都圏大学の福士正博先生は4回ぐらい洗っただけでこれだけ落ちるのが大事なのと、落ちますと強弁をしています。その前にアナウンサーの方が全然落ちてないように見えますがということに対してですね、そんな言い方をしています。プラスこの後キャベツの話が出るんですね。キャベツも外の皮1枚剥げば大丈夫だって聞きませんでしたか。嘘です。セシウム137は水に溶けます。栄養素として吸収されます。ちょっと、後で多少出てくるんですが、セシウムっていうのはカリウムとすごく似てるんですね。人間でも植物もカリウムって必要栄養素だってご存知ですか。植物をね、栽培するのカリウム絶対必要ですよね。セシウムっていうのは同じ並びにあって性質がそっくりなんです。だからセシウムがあると植物は栄養素だと思って吸収します。で、実はですね、私こういった本を、もう3月の時点で買っていましたので、この福士正博先生はデタラメを言ってると思っています。ここの中にこれはですね、汚染地帯からの報告というチェルノブイ救援、調査団、日本学術会議が、1990年にソ連政府から依頼されて調査団を派遣してるんですね。その時の報告書です。で、その中に汚染された地域住民への、アドバイスという内容のものがありまして、ウクライナ政府がですね、どんな風に汚染した地域で食べ物を食べたらいいかということが書いてあるわけですよ。で、その中にキャベツなどについてはこう書いてあります。まず外側の皮3枚から4枚は全部捨てなさい。食べてはいけない。キャベツを四つ切りにしなさい。で、煮なさい。煮た汁、煮汁は絶対に飲んではいけない。残ったキャベツを食べると放射性物質は減っているよ。どのくらい減ると思います？
そこまでやって半分だそうです。つまり根から吸収された栄養分はキャベツそのものに含まれていますので絶対なくなることはありません。つまりキャベツの栄養がないぐらい以上、ね、外側のもの煮出した煮汁も捨てて栄養がないぐらいにすると放射性物質は半分に減るというのがもう20年以上前に書かれた本には書いてあるんですね。でそれを首都圏大学の、福島正博教授は洗えば落ちる、1枚だけで取れば落ちると言っています。それが右側、まだ回転を残ってるようにも見えるんですが、はい、そうですね、これはですね非常に、簡単にですね、本当に5回ほど簡単にこういうふうなですね、揺すっただけって言いますかね、それでもこれだけ落ちてるということがですね非常に重要でございまして、でかつこのですねフィルムはですね非常に感度がいいということですね。ですからそういうふうな形でああいうふうに表現できるということになりますね。他の野菜だとどんな対応の仕方ですか？そうですね、この番組はですね4月8日に徳保首都圏、原発放射線どう向き合うのかという番組で報道されたものなんですが、一番下の方にですね、視聴者の方のメールっていうのが来てるんですね。30歳栃木県、このままだと日本の農業をダメージな日本国民になってしまう、日本の農産物どんどん増えるってことですよ。また次も出てきます、この後彼のキャベツ話が出てきますので、先ほど示したようにですね、やっぱりこういうような放射性物質は表面につきますから、キャベツなんかはですね表面の1枚をですねこう取るだけでですね中はもう安全ということになると思いますね。さあではここで皆さん、はい、次のメールですね、18歳神奈川県、関東以北の野菜食べない、水の買い占め、いい大人が何をしてるんだ。私は3月4月のほうれん草キャベツ絶対に私たちも食べてはいけないし子供たちに食べさせるべきではなかったと思うんですね。大量の放射性要素ヨウ素131が入っていました。でそれをですね食べさせたのがこの番組です、テレビです、新聞です。私は本当にですね殺人的な行為だというふうに思っています。私が学校給食今ボイコットしておりますが、それをやめたのも6月の、21日からですね、一応4月、5月、6月は食べてきました。あまりにもですね、毎日のように卵が出るんですよ。わかめが出るんですよ。私への嫌がらせじゃないかと思うぐらい。で、決定打だったのは、スーパーマーケットに行って、福島県産のブロッコリーが普通に売られていたことです。もうこれは外食はできないなと私は思ったんですね。で、その日夜、農林水産省のデータを全部調べました。ブロッコリーはどのくらい放射性物質が出てるか、3月4月はですね2000とか3000とかそういうレベル出てるんですよ。でところが5月ぐらいだと500ぐらいになる。不思議なことに6月の途中からですねゼロになるんですよ。 ND という検出不能になってくるんですね。おかしいなと思って見ていたら、取ってるブロッコリー産地が違うんですよね。わかります？検査してる場所が違うんですよ。南相馬市はやっぱかなりやっぱ出てました。ずっと調べてるんじゃないんです。で私たちは福島県産のブロッコリー全然食べますよね。何々町何々村の作ったブロッコリーでは食べません。福島県産としか表示がされてないんです。そういったいろいろなトリックがあるということですね。ちょっと時間がないので次の番組をちょっとご覧ください。昨日お伝えしました南相馬の一軒の農家から出た牛11頭がですね汚染牛であったとお伝えしました。で今日になりましてさらに分かったのはですね、その同じ農家からその前に出ていた牛6頭がですね、すでにご覧のように8つの都道府県にすでに流通しているということが分かったんですね。そのあたりを今日は追います。そしてもう一つですね、今日福島県は一部の区域の牛をですね郡山に集めて、それに関しては全頭検査を行う検討に入りました。だとしますと、その検査とはどういうものなのか、そして検査にまつわる課題とはどういうことか、このあたりも見ています。
穴の開いた柄杓から水がこぼれ落ちるようにチェックは簡単にすり抜けられてしまった。はい、では番号札の用意をお願いします。今ハット県から、セシウム汚染された牛肉が出たということでしたね。はい、合計何都県からセシウム汚染された牛肉が出たでしょうか。日本全国47都道府県あります。もうあれから増えてる。これね、7月の10日ぐらいの報道ステーションなので、10ぐらいでね、10から19だった方は1、20から29都道府県だという方は2、30から39都道府県の方は3、ね、40から47都道府県の間だと思う方は4をご用意ください。大丈夫ですか。はい、どうぞ上げてください。はい、一旦下ろしてください。じゃあ1、10代1の方、お二人がですね、2、20代1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、はい、3、これが一番多いかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、28、はい、4、3と4、やっぱ4の方が少ないですね。1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24。はい、正解は言える方、私の声聞いた方はダメですよ。ダメ。聞きました。はい、正解は46都道府県です。はい、どこの都道府県が出てなかったか覚えてらっしゃる方いらっしゃいますか。沖縄、正解です。沖縄だけです。で、これは私は非常に衝撃的でした。つまり日本どこにいても内部被曝をする可能性があるっていうことなんですね。で、これは甘く見てはいけません。例えば最近、はい、北海道産のサンマ食べた方、北海道産のサンマ食べた方、はい、手下ろしてください。残念ですね。危なかったかもしれない。途中でお話ししようかと思ってたんですが、この本もいいですね。別冊宝島の食品の放射能汚染完全対策マニュアルという本です。これは魚がどこを回遊してくるか、回遊というのは泳いで魚は生活をしておりますので、生まれた場所からどん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 成長していく場所、親の魚の集団がいる場所、違います。やっぱサンマはですね、今のサンマは多分静岡ですとか四国のあたりで、生まれたサンマは北上して北海道で取れる。だから福島県沖を回遊しております。サンマのもいくつか、放射性物質が出ております。北海道産だから安全だというのは間違いです。このですね、水口教授はですね、野菜の方の話は省略しますが、野菜のことについても書いてあります。こんな風にですね、安全指数というのが書いてあるね。カサゴ、ね、99とかね、とかカツオ38とか、38とかですね、100が安心、ね、30は相当やばい。で、なぜかということはここに書いてあります。どこで取れるか、どんな生活をしてどういうふうに泳いでくるかというのがあります。で、残念ながらもはやですね、魚も選ばないと当たってしまう可能性があります。特に子供さんには私は食べさせたくないというふうに思っています。で、先ほどですね、この話に戻りますが、白いなんか大きな包がありましたよね、牛舎の前に。わか、はい、あ、しました。あ、はい、これは何だと思いますか。はい、はい、刈り取ったわら、草、牧草だと。はい、刈り取った牧草です。これこうやって放置するんですよね。ね、セシウム汚染された水が、雨が降ってきますよね。
で、そうすると太陽が当たって乾燥して水が飛びますよね。また雨が降ってきますよね。乾燥しますよね。こうやって濃縮されていくんです。で、実は、この後もお話をしますが、5月の19日の朝日新聞の夕刊に汚染牧草刈り取り保管をっていう記事が載ったんですね。資料にも一番最初の1ページ目ありますが、私はこの記事を見て学校で牛乳を飲むのをやめました。これよく見るとですね、農林水産省はこう書いてるんですよ。汚染されてる、牧草が汚染されてるから、この牧草は牛に食べさせてはいけない。牛乳から放射性物質が出る。だけどその指示を出していつか、4月の中旬だって言うんですよ。じゃあ5月のね、前半の私が飲んでた牛乳どうなの、子供たち飲ませた牛乳どうなの、全くわからない。なおかつ、今回セシウム汚染牛肉が出ましたが、実はこの牧草を食べさせてはいけないということで、ほとんどの畜産家が食べさせ、稲わらなんですね。稲わらはちょっとこれ映像ではないんですが、大きな、洗濯台みたいなね、物干し台のみたいなところに稲を束ねたやつを引っ掛けますよね、何段もしてね。で、それを野ざらしにするわけですよ。だから当然雨が染み込みますね。放射性セシウムが入っていきます。水が蒸発します。また雨が降ります。これを繰り返してるわけです。かなり高濃度の、セシウム汚染された稲わらが出て、でそれを牛に食べさせますから、特に牛の牛乳、まあ牛の体内の肉、これは、放射能汚染されるのは当たり前なんですね。ところが農林水産省は、この牧草をね食べさせるなっていう通知を出した時にこう書いたんですよ。放射線で汚染されている危険性があるので、牧草などを牛に食べさせてはいけない。などの中に稲わらが入ってたっていうんですよ。畜産家わかります？で、一部の学者でね、畜産家は殺人者だって批判した方がいらっしゃいました。私は違うと思います。畜産家も同じ被害者だと思っています。誰もですね、好き好んで人間の健康を害すような食べ物を出したいと思いませんよ、ね、やっぱり簡単に言うと農林水産省のデタラメが招いた被害だと思います。穴の開いたひしゃくから水がこぼれ落ちるようにチェックは簡単にすり抜けられてしまった。あってはならないことが実際に起こったとき、戸惑いと不安は深く一気に広がる。放射性セシウムに汚染された可能性の高い牛肉は、ここ高知を含めすでに各地へと広がっていました。福島県南相馬市の農家が出荷した牛から国の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出された問題、8つの都道府県ですでに消費されていることが分かった。 JT 大和運輸。はい、これ何だと思います？この懐中電灯のお化けみたいです。何でしょうこれ、何だと思います？放射線の測定器、はい、放射線の測定器ですか。はい、放射線の測定器なんですね。これスクリーニングという方法です。で、ここで出てくるのがこれではないんですが、スクリーニングという方法で、まあ、表面の汚染度を測る。で、これはですね CPM という単位で出てきます。で、 C がカウント P がパー M がミニットで、カウントっていうのは数えるっていう意味です。で、パーって何々あたりので、ミニットっていうのがこれ1分ですね。つまり1分あたり何回放射線が出てくるかという単位なんですね。で、実は牛、生きた牛なんですね。
来た牛、生きた牛をですね、検査もなく出荷したわけではないんです。一応ですね、このスクリーニングをして10万 CPM を超えたのは出荷停止にしたそうです。でも10万 CPM っていうのは人間の除染の基準だ、除染の基準だそうです。原発労働者がこのスクリーニング検査を受けた時に10万 CPM を超えると外に出てはいけない、もう一回戻れって言って、もう体のね、皮膚から血が出るぐらい一生懸命石鹸でシャワー浴びてもう一回検査を受けます。でも10万 CPM を超えた、その場合はですね、2週間ぐらい部屋に閉じ込められて、食っちゃうね食っちゃうねするだけで徐々に徐々に体内から放射性物質を出します。で10万 CPM を超えたら生えて家に戻っていい、こうなんですね。何か、私たちは人肉は食べませんよね。人の肉を食べない、でも牛肉は食べるんですよ。その基準を牛に当てはめたということなんで、私がちょっと、お世話になったですね、放射線量計を買った大用技研という、まあ、東京電力にも放射線量計を卸している、その代表取締役かな、横山さんという方に聞いたところ、あれはね10万 CPM で基準にしたが間違ってたんだ、5万とか6万にしたら、500ベクレル以下になったんじゃないかっていうふうに彼も言っていました。つまりそういう計算すら農林水産省していません。後で基準値の話になりますが、農林水産省が出している数字っていうのは僕は非常に根拠がない数字ばかりだというふうに思っています。ここでですね、もう映像の方をやめて、声の方に入り、パワーポイントで、説明する方に入りたいんですけれども、私はですね、一番最初に、この内部被曝の問題がこれから問題になるなっていうふうに思ったのはですね、飛田俊太郎さんと鎌中ひとみさんが書かれた内部被曝の脅威という竹馬新書の本です。まあ、今日ちょっと持ってくるの忘れちゃったんですけれども、この本は入門編としては非常にいい本なので、ぜひお読みください。内部被曝の脅威という本です。竹馬新書です。飛田俊太郎さんと鎌中ひとみさんが書かれています。でその中で飛田俊太郎さんがですね、ジェイ・グールドさんというアメリカの統計学者の話を引用されて話をしています。書かれています。アメリカの、女性のですね、乳がんがものすごく増えていた。1980年代ぐらいも多分2倍ぐらいだったんじゃないですかね。で、アメリカが国家を挙げてなぜ乳がんが増加したのかっていうことを調査をかけた。ところがその結論はですね、アメリカ人の食生活の悪化、ね、高脂肪の生活、そして、ガソリン、あと自動車の排気ガスや工場の排気ガスだとか、いわゆる大気中の化学物質だって結論を出したんですね。ところがブールドさんはおかしいぞ、そうじゃないんじゃないかっていうことで、全部の軍、州と全部の統計を取り直したんですね。で、それを全部調べ上げたところ、首都圏に必ず原子力発電所がアメリカはあるんです。ところが100マイル、180キロ離れたところには、まあ原発から離れたところ。で、原発の近く、首都圏の近くの女性の乳がんの発生率がぐーっとうなぎ飛びに上がっていくんだけれども、180キロ圏を超えたところは平たいんです。上がってないんです。で結論としてグールドは、女性の乳がんの発生率は原子力発電所が通常に稼働している時の微量な放射性物質によって起こったものだと結論付けるんですね。で、飛田俊太郎さんはこれを聞いて、これを読んで、日本の原子力発電所54基の周りに3径180キロの円を描いていくんですね。どうなると思います？どうなると思いますか？54基の前に180キロの円を描いていくんですね。そうなんです。北海道の北の方と沖縄ぐらいですよ、入らない。で、中川圭一という東大の、がん治療の一大人者がいますけど、彼はですね、日本はね、がん大国なんだと、がんがうなぎの方に残ってる、これは早期治療、早期発見、早期治療だと盛んに言っていますね。
でも彼は100ミリシーベルトまで安全だって言ってる人ですよ。違いますよね。日本の原子力発電所を早くやめちゃった方が癌の発生率下がるはずなんですよ。で、私はですね、戦後の日本の死亡率のグラフ、特に他の原因による死亡率と癌のグラフ、癌による死亡率のグラフないかと思って探しました。ありました。あとごめんなさい、これじゃ、これがですね、そのグラフなんですけれども、はい、これはい、こちらのですね、はい、ここが大事です。ここがですね、1945年日本の敗戦です。で、こっちが戦前ですね。1899年から2004年までのグラフです。これ残念ながら日本人が作られたものではありません。インターネットができる方はですね、ぜひアーネスト・スタングラスという方がいます。アーネスト・スタングラスの放射線と健康というテーマで彼が講演をやった時の記録がですね、彼が使ったパワーポイントと同時にですね、インターネットのサイト上で見れますので、それをぜひ見ていただければと思うんですが、ここですね、やっぱ戦前はこの肺炎がずっとね、高かったんですが、肺炎がこういって1945年はぐーんとこう減って